太陽母の構層図太陽補とは、ソーラーボ、ソーラーセール、光母とも呼ばれ、白膜鏡を巨大な補として、太陽などの恒星から発せられる光やイオンなどを反射することで、宇宙船の推力に変える器具のことである。これを主な推進装置として用いる、宇宙機は太陽帆、船、宇宙ヨットなどと呼ばれる。化学ロケットや電気推進と比べ発生する推力は小さいものの、 燃料を消費せずに加速が得られるという利点がある。現在は研究段階だが実用化すれば惑星間などの長長距離の移動が容易になる。また将来的な構想として出発地から照射された強力なレーザーを帆に当てて推進力とする宇宙船も考案されている。20世紀初頭の基礎より 長らく SF に描かれる未来の技術という存在であったが、2010年7月9日、日本の宇宙開発機関、JAXA の打ち上げた小型ソーラー電力セール実証機、イカロスにおいて、史上初の太陽母高校が確認された。最初のアイデアは、17世紀にドイツの天文学者のヨハネス・ケップラーにより、もたらされたとも言われている。1873年に、 ジェームズ・クラーク・マックスウェルが放射圧の仮説を発表し、1899年にピョートル・レベデフが光が鏡に当たり反射すると鏡に圧力が加わることを実験により証明し、実現性が出てきた。これを惑星間移動の宇宙船の水力に使用するというアイデアは、1919年に発表されたロシアの科学者のコンスタンチン・ツヨルコフスキー。 フリードリッヒ・サンダーラにより、1924年により、具体的な太陽母の理論が発表された。イギリスの物理学者ジョンディ・バナールは、1929年に発表した著作、宇宙、肉体、悪魔において、太陽光の高圧を保で受けて宇宙へと旅立つ、宇宙帆船を構想している。また近年では、太陽母ではないが、 同じく光子加速を用いる将来技術として出発地から照射された強力なレーザーを帆に当てて推進力とする宇宙船も考案されている。太陽からの太陽風によって推進していると誤解される場合が多いがそうではなく光子の反射によって生じる反作用によるものである。光の粒子が太陽母を形成する白膜に当たり反射すると白膜には 光の入射方向と逆向きの力が発生する。この力は、セールの面積と高圧力に比例する。天光源から発せられた光は、球面上に広がってゆき、結果として、単位面積あたりに受けられる光子の数が減るため、高圧力は、光源からの距離の事情に、反比例する。地球での太陽からの高圧力は、約4.576ニュートンマイメートルにである。 船舶で使用される帆とは異なり、流体力学的に発する揚力は発生しないため、帆に発する力は帆に反射する、光の圧力のみとなる。太陽棒の実用計画コスモス1号実際に、宇宙船の水力源として太陽棒を利用するためには、極めて軽量かつ極めて広い面積を保持できる、白膜鏡が必要であり、長らくは夢物語に過ぎなかった。 初期にはアルミニウムの薄膜などが太陽母の素材として候補になっていたが、あまりにも強度が不足しており、特に巨大な方を宇宙空間で広げる際に方を壊さずに広げる技術の開発が難しかった。しかし21世紀になって炭素繊維など素材の研究開発が進み、太陽母に使用可能な強度と軽さを兼ね備えた薄膜の作成に実現性が帯びてきた。 太陽母の研究はアメリカ航空宇宙局をはじめとして世界各国で行われている。最初に打ち上げられたのは民間の国際 NPO 惑星協会による太陽母の実証機コスモス1号で同協会は2001年に試験機2005年に実機を打ち上げたがいずれも打ち上げ用ロケットのトラブルで衛星軌道に乗れず失敗した。惑星協会による実験は その後一時中断するが、2015年のライトセール1号で、ほの展開に、ついで2019年のライトセール2号で、ついに対応母の実証に成功した。それに続くのが2008年に打ち上げられたのが、NASA のナノセール D だが、こちらもロケットのトラブルで打ち上げに失敗している。しかし2010年には、大体機ナノセール D2 が打ち上げられ、ほの展開に、成功した。 さらに NASA は2015年の打ち上げを目指し、実証機産ジャマーを計画する。これは、大きさが37.8メートル、重量は約32キログラムと、後日のイカロスと比べ面積が7倍で、重量は1、10という大規模なものだったが、エルギャルド社による開発が難航したため、プロジェクトはキャンセルされた。しかし2020年には今度は、 太陽母を用いた小型探査機 NEA スカウトが計画されている。また、日本でも宇宙航空研究開発機構の宇宙科学研究所により研究が行われている。2004年8月には太陽母実現を目的とした直径10メートル、厚さ7.5マイクロメートルのポリイミドフィルム製の大型薄膜の宇宙空間での展開実験に成功した。また、 太陽高圧の力だけでの推進、姿勢制御は難しいので、セールに薄膜太陽電池をつけ、イオンエンジンとソーラーセールを併用するソーラー電力セール構想が持ち上がった。二0 1年五月に打ち上げられた日本のソーラー電力セール実証機イカロスは、世界で初めてソーラーセールによる格子加速を実証し、同年十二月八日には金星フライバイに成功するなど、 大きな成果を上げた。また直接の推進システムとしてではないが、2006年7月に小惑星探査機ハヤブサの運用にて太陽高圧を利用した姿勢制御が行われ、その後継機ハヤブサ2では通常の姿勢制御モードの一つとして利用されている。同様な姿勢制御用の高圧利用として、日本の運輸多目的衛星 MTSAT には、 姿勢制御用の太陽母が搭載されている。超小型のソーラーセールとしては、イギリスがキューブセールを開発しており、2014年末にインドのロケットで打ち上げる計画。ソーラーセールの大きさは25平方メートルで、三ーサイズのキューブサットを使用する。この試験は、エサと DLR の共同プロジェクトであるゴッサマーに反映される予定。その他、同じくキューブサットを使った、 試験機であるが、エサは、電気式、ソーラーセールの試験を2014年秋から、エストニアのエストキューブ -1 を使って行っている。電気式、ソーラーセールは、太陽光を推進力に使うのではなく、太陽風の粒子を電気的に捉えて推進力にする、もので、長さ10メートルの導電性テザー E セールを展開する、初期的な試験である。イカロスの膜面形状。 配置図2010年5月21日、JAXA は金惑星まで、航行可能な実証機イカロスを、HEA、ER、ロケット17号機により、金星探査機やカツキとの相乗りで打ち上げた。イカロスの歩は一辺約14メートルの正方形で、厚さ7.5マイクロメートルのポリイミド樹脂膜に、アルミを乗着したもので、約200平方メートルの歩面の10%に、 白膜太陽電池が貼られている。直径1.6メートル、長さ1メートル、重さ300キログラムの本体を中心に、X 字型に畳んでおき、打ち上げ後、機体を一時的に高速回転させることで生じる、遠心力を用いた穂を展開させ、その後ゆっくり回転させて、穂の形を維持させる。2010年6月3日から、セールの展開を開始し、 6月10日に地球からの距離約770万キロメートルにてセールの頂お及びセールに配置されている白膜太陽電池からの発電を確認した。7月初頭からは光子加速実証フェーズへと移行し、7月9日、ついにイカロスが光子加速を行っていることが確認された。12月8日16時39分。 イカロスは金星から 8800km の地点を通過し、金星スイングバイを成功させた。ソーラーセールによる格子加速を実証し、ソーラーセールで他の惑星まで飛行したのは、いずれも世界初である。宇宙空間でほ展開するライトセール2号ライトセール2号は、惑星協会が2019年6月に打ち上げたソーラーセール実証機である。 イカロスとは異なり、太陽からの高圧のみで推進する。同年7月に太陽光による軌道変更に行い、史上2例目の成功となった。帆は、ポリエステル製で4つの直角に等辺三角形で構成され、面積は32平方メートルである。打ち上げ時は3リットルの溶石で、軌道投入後に展開された。宇宙版帆船というイメージが強く、 海と小舟の伝統が長かった欧米の作品には太陽帆舟が多く登場する。小舟型宇宙船が登場する作品はかなりあるが、実際に推進力として太陽棒を用いているものはごく少数。ありがとうございます。